私も今来たとこだから全然大丈夫だよ。はあ、よかった。今日は急にお願いしたのに来てくれてありがとうございます。全然いいって、私もちょうど暇だったし。けどおしゃれな写真の撮り方を教えてほしいだなんて、突然どうしたの？実は来年のフォトコンテスト優勝を狙ってるんです。おお、なかなか大きく出たね。どんな写真にするかは決まってるの？はい、この前のお花見で見た花いかだがすっごく綺麗で、来年また撮りに行こうと思ってるんです。だから今のうちに練習してもっといい写真を撮れるようにしておきたいなって思って。なるほど、それで私を呼んだってわけか。はい、やっぱりいい写真を撮るためにはセンスのある人のアドバイスを聞くのが一番ですから。センスがあるかはわからないけど、でも可愛い後輩の頼みだもんね。それじゃ頑張っちゃおうかな。やったー。それじゃいろいろ回りながら写真撮っていこっか。はい、よろしくお願いします。教えてないけど、ひまりが喜んでくれたならよかった。これなら来年のフォトコンテスト優勝できちゃいそうです。それは何より。あ、見て見てひまり、ここの期間限定パフェめっちゃ可愛いんだよ。本当ですね、いちごがお花の形にカットしてある。めっちゃ写真映えしそうだよね。一緒に撮って SNS にあげようよ。賛成。よし、写真撮ってたくさん食べるぞ。すみません、このパフェ2つお願いします。あ、ひまりパフェ来たよ。やった、待ってました。このクッキー、もしかして猫の形？すっごい可愛いじゃん。これは SNS 映えしちゃうな。おいしい。リサ先輩、これホイップの甘さとストロベリーソースの酸っぱさが組み合わさって最高ですよ。ひまり、ほっぺにクリームついてるよ。って、はあ、ホイップ、言いづらいんだけど、その写真、あー、撮る前に食べちゃった。せっかく可愛いパフェだったのに。リサ先輩、笑わないでくださいよ。まあまあ、食べちゃったものは仕方ないって。ほら、私の分はまだ手つけてないし。ありがとうございます。それにほら、ひまりのパフェだってこれはこれで味があると思わない？うーん、そうですか。でも食べかけのより綺麗なパフェの方が。あ、いいこと思いつきました。リサ先輩のパフェをこっちに持ってきて、で私のお隣に並べて食べかけの部分を隠せば。じゃーん、これでどうですか？あ、いいじゃんいいじゃん。この写真見たら絶対今日のこと思い出せるよ。実は前に似たようなことがあったのを思い出して。いい写真になってよかった。なんていうか物語がある感じがする。この写真を撮った時どんなことがあったんだろうって想像が膨らむ写真になってると思うな。っていうか
こんな写真が撮れるなら私が教えることなんてないんじゃない？そんな、まだまだいろいろ教えてくださいよ、リサ先輩。仕方ないな。ま、この後の話はパフェを楽しんだらってことで。いただきます。花より団子って感じだね。